ラヨローナ泣く女は2019年のアメリカ合衆国のホラー映画。監督はマイケル・チャベス、出演はリンダ・カーデリーにトレーモンド・クルスなど、中南米に古くから伝わる階談、ラヨローナを題材にしており、ジェームズ・ワンがプロデューサーを務めた。資料館ユニバースの6作目であり、ストーリーの時系列上ではアナベル資料博物館と、 資料肝炎フィールド事件の間に位置している。1673年のメキシコ。ヨローナは愛する夫に浮気され、嫉妬に狂った結果、夫が世界で一番愛する我が子を溺死させ、自らも川に身を投げた。そして、ヨローナは、白いドレス姿の悪霊となって、この世をさまよって、水のあるところに現れ、自分の泣き声を聞いた子供たちをさらっていく。そして、時が過ぎ、 時代は1973年のロサンゼルス。ソーシャルワーカーのアンナは子供たちが危険にさらされているという二児の母親、パトリシアからの助けを無視する。その後、パトリシアの二人の子供は川で水死してしまう。パトリシアはアンナに、あんたのせいよ。と詰め寄り、さらに、あんたの子供もいずれ聞くはずよ。あの女の泣き声をという不気味な言葉を投げつける。それこそが、 あの、ヨローナの呪いだった。そして、パトリシアの予言通り、ヨローナが次のターゲットとして、狙いを定めたのは、アンナの二人の子供たちだった。そんなアンナたちの前に信仰心を捨てようとしていた、ラファエル神父が現れ、最悪の呪いと対峙する。カッコ内は日本語吹き替え声優。ありがとうございます。